の中にいると暖かいんだけどね、日当たりがいいと暖かいけど外に出ると寒いねまだまだ春は多いね。やっぱり雪国育ちだとね、春が嬉しいんだよね。吹きの音なんか出てくるとね、気分がこう本当に、日本はどちらかというと秋をめでる文化なんだけど、やっぱり雪国育ちは春なんだね。吹きの音なんか出てって嬉しいもん本当に。はい、それじゃあの定例の会見始めたいと思います。よろしくお願いいたします。私から冒頭1点、来月 の11日で、東日本大震災の発災からちょうど6年になります。6年経ちまして、住宅の再建やなりわいの再生、またインフラの整備と着実に進んでおります。例えば最も被害の大きかった石巻市の、市民意識調査、今年度の市民意識調査が最近まとまりましたけれども、復旧復興が進んでいると感じるかという質問に対してですね、52.1% の人が進んでいるというふうに答えてます。で、これは意識調査2年1回やってるんですけれども、2年前は 28.6% でした。特に住宅の再建が進んでいるというふうに感じていると感じている人が 81.5% に上っておりまして、これは災害公営住宅等がですね、着実に進んでいることの表れではないかというふうに思います。そういう形で復旧復興は着実に進んでおりますけれども、一方で、未だまだ5万人近い方がプレハブの仮設住宅で、生活を余儀なくされているという現実を私どもはやはり直視をしなければいけないと思っております。党としてもですね、来月のこの 3.11 を境にして、4日の日にはですね、宮城県本部で、それから12日には、岩手県、福島県でそれぞれ復興加速化会議を開催をして、代表をはじめ、私も含めてですね、支援担当の国会議員が参加をして、復興加速への決意を新たにしたいというふうに思っております。かねてからこの復旧復興の戦いは2つの火事との戦いだと、いうことを申し上げてきました。1つは風化、もう1つは風評被害、その戦いは依然として続いているわけでございまして、引き続きこの2つの火事とのを戦いながらですね、復旧復興を進めていきたいと、そして被災者の皆さんが人間としての心の復興、人間の復興を成し遂げていただくようにですね、引き続き党の総力を挙げて取り組んでいきたいと、このように今決意をしているところでございます。で、私からは以上です。で、皆さんの方から何かありましたらどうぞ。はい、どうぞ。アメリカのマティス国防長官が今日来日してですね、はい、明日にかけて総理と防衛大臣と相次いで会談されます。トランプ大統領は選挙期間中はですね、日本の核武装、核保有を容認のを示唆するような発言もしておりましたけれども、今回の会談はですね、どういうことを確認する場と、望まれますでしょうか。松井国防長官の来日をですね、まずは歓迎したいというふうに思います。総理、外務大臣、それから防衛大臣等の会談が予定されておりますけれども、このトランプ政権発足直後にですね、訪日をされるということは、日米関係重視の表れでありですね、またこの日米同盟が日本の安全保障のみならずですね、東アジア、さらにはアジア太平洋地域の安全保障にとって極めて重要であるということを再確認する場になるのではないかというふうに期待をしております。で、日本の前に韓国にも訪問されているわけでございまして、そういう意味ではトランプ政権のこの
東アジア重視といいますか、この地域における安全保障について強い関心があるということの表れであるという意味で歓迎したいというふうに思っております。そういうことを今回の会談を通じてですね、きちっと確認できればなというふうに思いますし、それともう一点はトランプ政権のですね、主要閣僚が初めて訪日をするわけで、しかも極めて早い段階で訪日をされるわけでございますので、トランプ政権、トランプ大統領のですね、今後の特に安全保障面におけるですね、基本的な考え方というものを確認する非常に大きなチャンスになるのではないかというふうに思いますし、またこのあと10日にですね、日米首脳会談、トランプ大統領との初の日米首脳会談が予定されているわけでございますので、その成功に向けてですね、そのトランプ大統領が最も信頼しているというふうに今松井国防長官を評価しているというふうに聞いてますので、そういう成功に向けての一歩になるのではないかというふうに思っています。トランプさんなんですが、選挙期間中にですね、思いやり予算の負担増を日本側に求めるような発言もされていました。日本の立場、8割超を負担しているという立場を説明すべきだという意見もありますが、幹事長はどのように。僕はですね、日米同盟の重要性とですね、またそういう今お話があったことも含めてですね、やっぱり現状認識をやっぱりきちっと共有するということが大事だろうというふうに思ってますので、そういう意味では国防長官に就任された直後でありますので、これまでの経緯とかですね、現状とか、そういうことを正確に理解していただく、またそういう現状を共有すると、現状認識を共有するという意味では非常に貴重な機会になるのではないかというふうに思ってます。はい、どうぞ。話題変わるんですけれども、憲法改正について伺います。昨日、漆原首相幹事長幹事会会長がですね、記者会見の中で、緊急事態発生時のですね、衆院議員の任期延長について、検討の余地が十分にあるというふうに発言されたんですけれども、幹事長はこのテーマについてどのように。党内 の憲法調査会で、これから本格的な議論をやることになりますけれども、あらゆることについてですね、予断を持たずにしっかりと議論をするということが基本だろうというふうに思っています。今お話があったことも含めて、予断を持たずにですね、党内でしっかり議論をしたいというふうに思います。で、緊急事態についてですね、必要性という論点、それから現状必要はないんじゃないかと、さまざまな議論があることも私も承知してますけれども、東日本大震災を経験してですね、やっぱり立法府がきちっと機能しているということが非常に重要だと、あの時に当時、民主党政権ということもあってですね、対応があまりにも遅いということから、議員立法を中心に、我々も相当提案をしてですね、進めてきたという経緯がありますので、やっぱり立法府の役割が極めて大事だなと、でその立法府が安定的に存在する、憲法上の規定もさまざまありますので、そういうことも含めて、これからしっかり議論すればいいんじゃないかと思っています。今日の議論を始めるわけなんですけれども、公明党としては調査会いつから始めるという。まだちょっと調査会長と相談しなければいけませんけれども、すでに前国会の時といいますか、昨年基礎的な議論をスタートしたところですので、特に新しい議員もたくさんいらっしゃいますので、かつて論点整理を党としてしたことありますけれども。改めてそれも踏まえてですね、しっかりと議論をしていくということで、特に今いつからというふうには決めておりません。次の質問です。3名目が。
今お話で立候補の機能が非常に重要だという話でしたが、緊急事態条項の関連ではその首相の権限を集中させるという議論があるわけですが、その点についてはですね、緊急事態条項というのは今お話があったような論点とかですね、立法府の機能が損なわれたときどうするのかとか、それ自体幅広い議論があるんで、そういうことを総合的にやっぱり議論しないと、一つのことだけ取り上げて、これが必要じゃないかとかいう議論というのは、私は拙速を免れないんじゃないかと思いますので、緊急事態というのはどういう状況なのか、そのときに政府の権限はどうするのか、あるいは立法府の機能はどういうふうに維持するのか、そういうことを総合的に議論をして、例えばその国会議員の任期の問題だけ、議論すればいいというようなことでもないので、そういうことを幅広くきちっと議論をして、いかなければいけないという課題だと思っています。時間かけてというか、時間の問題というのは、議論どのくらい濃密にやるかということによるんで、そういう中身の問題として、さまざまな論点があるということをよく頭に入れながら議論していかなければいけないということだろうと思います。高橋ですが、関連なんですが、先ほどの幹事長のお話の中で、その東日本大震災の時の民主党政権の対応についてのお話がございましたが、地元の国会議員としてですね、震災発生時にこの緊急事態条項の中で何らかのこのものが必要だという認識が終わりだったということでしょうか。私自身はそういうふうに緊急事態条項というか、それは緊急事態条項というのは何なのかということによりますけれども、例えばそういう、もしそれが総理の非常権限みたいな趣旨でおっしゃっているのであれば、私は必ずしもそうは思わなかったと、きちっと対応できたと思いますけれども、ただやはりその政府のありようといいますかね、そこは非常に重要だなというふうに思いました。話題変わりまして、日本維新の会が昨日ですね、IR 推進法の実施に向けて、ギャンブル依存症対策に関する基本法案を取りまとめて、早ければ今国会に提出するという考えを示しました。公明党も昨日、ギャンブルと依存症対策の検討 PT を開いていますけれども、もしも仮に今国会で法案が出てきたときに、どのような対応を取るのが良いというふうに考えますか。我々は与党ですので、今、党内でギャンブル依存症全般についてですね、議論をしております。で、自民党もですね、このギャンブル依存症については今強い関心を持っているようですので、ここは与党でよく協議をして、また政府とも協議をしてですね、そういう新たな法案の必要性があれば、それも含めて、対応策をきちっと検討したいというふうに思っています。できるだけ早くですね、結論出したいと思いますし、今予算審議してますけれども、来年度予算でですね、この依存症対策については大幅な増額、確かはっきりした記憶がないんで申し訳ないんですが、約5億円近い、従来1億円ぐらい の予算でしたから、5億円近い予算を計上していると思いますので、その予算が成立次第ですね、具体的な依存症対策、例えば対策の拠点となる病院を全国に展開するとかですね、そういう政策も盛り込まれてますので、それはそれできちっとやっていかなければいけないと思いますし、さらに必要なことがあればですね、しっかりと取り組みたいと思います。天皇陛下の退位についてお伺いします。昨日の両院議員懇談会でですね、一代限りを支持する声が多数を占めたということですけれども、次回執行部として出される、取りまとめの案としてはですね、この一代限りを押し出した方向性になるのか、その立法形式も合わせてお伺いできますでしょうか。昨日党内 の本格的な議論、2回目になりますけれども、それぞれ の具体的な考え方を皆さんからお伺いしました。で今 の天皇陛下、近所陛下のですね、
退位を、まあ、認めるといいますか、退位を前提として今後議論をするという方向性では、まあ、皆さんほぼ一致したのではないかと、まあ、その上でじゃあ一代限りなのか、また立法形式はどうするのか、まあ、そういうことも含めて引き続き、まあ、議論をするということでございまして、まあ、執行部は執行部として議論はしていきますけれども、まあ、次の段階でまた党内の意見をきちっと聞いて集約したいと思っています。その過程においてですね、まあ、議長副議長からのヒアリングは中旬にも予定されていると思うんですが、その前に自民党なり民進党とですね、まあ、事前に意見の交換というのことは必要性についてどうかお考えになりますでしょうか。まあ、我々としては議長からですね、2月中旬以降、党内の意見を聴取したいということでございますので、党内の意見の取りまとめをやっていきたいというふうに思っています。で、まあ、自民党とか民進党との関係、どうするかということについては、まあ、我々としては、まあ、党内の取りまとめをまずしっかりやると。で、党内の考え方をある程度きちっとしませんと、そういう具体的な話し合いになりませんし、また議長が個別に聴取をして、議長の下で、一定の方向性を出すとこうおっしゃっておりますので、まあ、議長からそういう話があればこちらとしても対応したいと思いますけれども、現状は党内の取りまとめに、専念するということだと思います。じゃあよろしいでしょうか。はいはい。いわゆるテロ等準備罪法案、法案提出前ではあるんですけれども、予算委員会で激しい、まあ、議論が連日行われております。法案提出に向けた与党審査の時期とかですね、今の現状認識についてお伺いできますでしょうか。現状は今、まあ、政府内で調整が続いているようですので、我々としては、まあ、それを見守りたいというふうに思っています。我々の考え方は、テロの必要性は、まあ、まあ、共有していると思いますし、またそういう、まあ、組織犯罪、に限定するとかですね、あるいは準備行為が あって対象にするとかですね、まあ、そういう方向性については、まあ、ほぼ共有してますし、あとは、まあ、できるだけ、まあ、やっぱり国民の理解を得るということも含めてですね、まあ、そういうテロとか、あるいはそういう国際的な麻薬犯罪とかですね、まあ、そういうことにまあ限定する、まあ、対象ですね、ということがまあ必要ではないかという認識はまあ政府の方に伝えてありますので、まあ、そういう方向で今、政府部内で調整が続いていると思いますので、我々としてはまあそれを見守りたいと思いますし、まあ、政府からいろんなそういう意味での調整状況を聞きながらですね、こちらの考え方をきちっと言っていきたいということで、まあ、それがいつ頃なのかということについてはまだ、予断を持ってません。はい、じゃあよろしくお願いします。